岩壁に設置された、渓流用のボラードボラードは、岩壁に設置して船を渓流したり、道路や広場などに設置して、自動車の侵入を阻止したりする目的で設置される、地面から突き出した杭である。本来の意味は、岩壁に設置して船を渓流する目的の方で、あったが、今では、道路交通を制御したり指示したりするための様々な構造物をも指す。 この言葉は船を渓流していた木の幹を意味する、ボールという単語が変化した。渓流用ボラード、イギリス、ライムリージス渓流用のボラードはかかり柱、経線柱、経線柱とも言う。2本並んだ総係かかり柱の実をボラードと呼び、単一のものはビットと呼んで区別することもある。また、船速でロープをかける突起物をボラードと呼ぶことも、ある。 英語のボラードという言葉は、ノルマンフランス語のブーラーという単語から来ており、この言葉は今でもノルマンディ地方でしばしば見られる。この単語は岸壁に設置して船を経流する短い木、鉄、石の柱を意味する。完全な円筒形のボラードは珍しく、典型的には、上部の直径がキノコのように大きくなっていたり、上部が90度曲がって水平に伸びていたりして、 軽流用ロープがほどけないようになっている。単一のボラードはしばしばクロスロットを備えていて、鉢のあざ結びができるようになっている。先に別の船が軽流している場合は、そのロープのスプライスの中に次戦のスプライスを通してから軽流することになる。こうすればどちらでも先に出港できる。フィクション作品では港のボラードに足をかけるシーンが散見される。 歩道と車道を区分するボラード、アメリカ合衆国、メリーランド州、乗り物による突入攻撃予防策も参照道路のボラードは、ある一定の範囲に車両の侵入を規制したり、車両の進行方向を誘導したりする目的で用いられる。侵入を規制する目的では、車止めと呼ばれることもある。材質は石、木、鉄、ステンレス、プラスチックなど様々なものがある。 単なる棒状に限らず、円錐状になっていたり四角柱になっていたり、その他上部に様々な衣装が取り付けられていることもある。路面に埋め込まれたり固定されたりして、移動不可能なものと、取り外しが要因に可能なものがある。取り外し可能なボラードは、緊急車両や業務車両の出入りに用いられる。取り除く場合は、地下の空洞にそのまま下ろして格納する方式のものと、 取り外した穴に蓋をするものがある。ボラードを一列に並べるときには、規制対象の車両がその間を通過できないくらい、間隔を狭くする一方で、自転車や歩行者が通行可能な程度の幅を取る。またボラードの間に鎖やテープ、ロープなどを渡して歩行者の通行を規制し、誘導できるものもある。歩行者の空間と自動車の通行路を区分するためによく用いられる。 歩行者天国を設定するためにも用いられる。交通誘導用のボラード交通を誘導する。目的のボラードには道路標識のような表示がついていたり、内部に照明が備えられて夜間に光るようになっていたりする。こうしたボラードは、車道中央の安全地帯などで見られる。また、対向車線との間に設置して通行を区分したり、U ターンや対向車線を横断して脇道へ入ることを、 規制したりするこうした目的では、プラスチック製のボラードが多く使われている。ボラードは、多くの場合固定的に、同じ場所で用いることが前提となっており、道路工事の現場など一時的に使用する目的では、自由に持ち運びができる、ロードコーンがよく用いられている。メディアを再生する通貨に応じて昇降する、様子最新のボラードとして、ライジングボラードがある。これは動力により、 自動的に昇降し、必要に応じて自動車の通行を許可したり遮断したりする。重要施設などの警備に用いて自動車を利用したテロリストや不審人物が接近するのを防ぐ一方で関係者の車両を自由に通行させるといった目的で用いられる。また、車両の種類や時間帯に応じて通行規制を行う場合に自動的に動作するようになっている。 ライジングボラードが用いられることがある。ライジングボラードが下がっている時に正規の通行許可を持っていない自動車が強行突破しようとするとライジングボラードが競り上がってきて通行を阻止しようとする。この場合、しばしば自動車を下から突き上げるようにして止めることになる。登山の用語ではボラードは安定した。 アンカーポイントを作るための大きな雪や氷の塊のことを意味する。ボラードの大きさは雪質に応じて変化する。柔らかくて緩い新設の場合は大きなものが良い。ボラードはとても強固なものであるが作るためにとても時間がかかるためピケットやアイススクリューなどのように用いられることは一般的ではない。オーストラリア、ビクトリア州、ジーロングでは 屋外公共彫刻の一種として、風景を飾る装飾付きボラードが置かれている。通常これは木材でできており、伝統的な円筒形の木製軽流用ボラードの形からわずかに形を描いただけであるが、明るく人間の形に似せて塗装されている。歴史上の人物であったり、現代の人物であったり、特定の人物であったり、一般の人であったり、こうした人々のボラードは、 一人で、あるいは集団で、水辺や人々が集まる場所に置かれている。装飾付きボラードはジーロングのよく知られた特徴となっており、オーストラリアの主要な港としての歴史を反映している。ありがとうございます。